皆さんこんにちは。テレビアニメマッシュルレモンアービン役の上田玲奈です。4月7日よりマッシュルがいよいよ放送開始となります。オーディション決まりましたよっていう連絡いただいた時はもうすごく嬉しくて、嬉しいと同時にあの強烈なレモンちゃんをこうどう乗りこなしていけるのかっていう不安に苛まれました。でもうちのマネージャーさんが本当に喜んでくれたのが今回はもうオーディションすごい印象深くて、Gメールで決定しましたっていう連絡いただいたんですけど、その Gメールで見たことないくらいの太字赤字おめでとうございますびっくりマークいっぱいみたいなすごいデコレーションされたメールをいただいたのがすごく嬉しかったですし、こうやってみんなで一緒に作品作っていけるんだなっていうのがとても楽しみになりましたね。はい、そんなマッシュルですけど、個人的にはやっぱりマッシュくんの優しさとかありのままな感じがすごく素敵だなと思っていて、そんなマッシュくんと出会ったからこそ、あ、居場所があるんだなって思えるキャラクターがいたりとか、見ているこちら側もすごく元気をもらえる作品だなと思いますので、ぜひ皆さん楽しんでいただければなと思います。ということで、テレビアニメマッシュル放送まであと7日です。それでは放送お楽しみに。以上、上田玲奈でした。ぶっ壊すしかないでしょ、グーパンで。人格者になるべきはこの僕だ。あんたがどれだけ強くても負ける気ないから、僕。マッシュル。